た、取れた。おー、来た。かわいい。かわいい、かわいい。小さな。怖かったな、怖かったな。怖かったね。よう来たね。この子寝てるんちゃう？ちょっと暖かいとこに。その子も泣いてない。また俺も雨になってるわ。よし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 。あ、とりあえずさ、すごいな、なんか この子ストライプになってんな、背中が。うん、うまいな。うん、白だ。美味しいよ。下はあれやで、ただのもみがないやで。全部に入ってない逃げるとき、膝下に入ってしまうんだ。乗っかってしまった。ひっくり返した。まだ。これでいいんじゃない？2日目です。おはよう。
今なんかちょっとだいぶ下がったね。ちょっと開けたり閉めたりしてるから。おはよう。名前がこの子チョコボ。背中に筋がある子がウギ。奥さんが名前つけて、これが僕が名前つけました。しっかり食べてね。大きくなってね、卵を産んでね。そしてちょっとだけ改良2日目、ヒーターの部屋をちょっと個室風にしました。ご飯食べれるかね。開けると温度が下がんねんな。あーよ、今日から体重測るよ。まずはお前チョコボやな。チョコちゃんおいで。はい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 、大丈夫大丈夫大丈夫。はい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 、47g。はい、次ウズちゃん。よいしょ、40g。 ちょっとちっちゃいんやなお前。
out. もう乗るのめっちゃ迷ったな。49.2g アップやな。よいしょ。うずちゃんよっ。やっぱちょっと軽いね。え？5g？ 5g も増える？もう一回うずちゃん、はい、ごめんよ。5g、誤差で5g も増えてもらえたかな。マジで？そんな食べたん？ほんまに賢いね。よう食べたね。で、血管が出たね。白い羽がだいぶ伸びた。一日ですごい伸びた。尾羽がちょろちょろっとできたね。頬骨の方が大きいからすごいね。尾羽がちょろちょろっとできます。頑張って大きくなってね。
怖がってた。